さて、うちばあさんのな、うちの分家の大久保利通が潰し損ねた西浦家を潰すために来たんちゃう。な、脅しはするよ。脅されもしたし、西浦にな。うちは伝統の一線主義。日本と韓国、日本と北朝鮮、日本と中国、日本とアメリカ、日本と大英帝国、どこであろう。伝統の一線主義。フィニキア対ローマ、伝統の一線主義。な、バビロニア対ユダヤ、伝統の一線主義。イラン対イラク、伝統の一線主義。中国対インド、伝統の一線主義。な、西浦対何か、伝統の一線主義。ダンジリア、ダンジリア、ダンジリア。ドイツ対フランス、ドイツ対大英帝国、伝統の一戦主義、ドイツ対ロシア、ドイツばっかりだ。伝統の一戦やろうの意味ないのか。な、タイガースとドラゴンズ、強い方がジャイアンツと戦う。それもやろ。ジャイアンツに変わったらパリーグのやつらとやろうなんか、そんなもんや。伝統の一戦もようやなやつが音だけうるさすんな。つもりくんのフリッコポチやんけ。あ、フリッコポチなんかいらんね。青とも青ともただの花火。あいつら。女連れた男が、うお花火やて、喜ぶ程度のただの音や。な、そんな男ぶりちゃう。うちは伝統の一戦主義、伝統の一戦、伝統の一戦主義。西浦潰さんで、永遠に西浦と戦う奴らの芝居が欲しい。な、西浦みたいな家、永遠に残して、いつまでも潰す芝居やったら。これがうちの好みや。潰すのは好みちゃう。そんな殺生な奴ちゃう。